ろしくお願いします。ごめんなさい、ちょっと待ってください。ペダー上がってなかったっす。あ、こっちが来た。名前はモノクロハット。いや、あなた、あ、辻野です。徳光です。はい、辻野です。ありがとうございます。お願いします。置いていただきたい。ありがとうございます。切なく響く時計の音。
結構ね、はい、じゃあこれで最後の曲となってしまいますが、最後の曲はですね、作った理由っていうのがありまして、僕の親戚がちょっと死んでしまって、その時死んで、その家族って遺族っていうのはどういう思いをして生きているのかなっていうことを思って歌詞に書いてきました。じゃあ行きます。流れ星歩いて走って見上げた夜空には星が